スコアは1対3。次の1点は絶対渡せない。やっぱり、ここまでの状況を見て相手は、凪の動きを警戒してる。国神の馬狼への寄せは明らかに軽い。逆に言えば、あのぐらいでも封じられると見切られている。だったら俺は、馬狼を選ぶ！パスじゃなくてドリブル？いい判断だ、下手くそ！さあ動けよ、キング。俺からのパスを欲しがれ！くそ、行かせるか！そうだ、国神。馬狼の突進に引っ張り出されろ。俺の狙いは、その奥の天才だからだ。凪！マジか！やられた？こいつ、馬狼へパスを出すためのドリブルと見せかけて、実際は凪への警戒を散らし、パスコースを作り出すためのモーション。いいね、潔。なんでかわしに来る！くそ、刺さったと思ったのに。あっぶね、飛んだハニートラップだな。よく止めた、おと挟んで潰すぞ。止まったお前は無力だろ。出せ、おら、こっちだ、くそ。バロ、いかつかってろ。ナイス、国神。あ、そこにいる。近くの闇を切り裂く。お前は待っていた。ちゃんと見てたよ。こいつは餌だ。どれだけ誰かの心をノックしても、だからいつだってゴールへの光が見えないのなら、自分がその光になればいい。見ろ、馬狼、俺はお前に適応する。お前が生み出したフィールドの闇は俺が食って光に変える。自分のゴールのためにこの俺を使いやがった。これが潔陽一、凪星四郎が追いかける。追いつくよ。ああ、それと馬狼、お前は今まで通りプレイしろ。足手まといになんなよ。は？俺たちの邪魔すんなっつってんだよ、下手くそ。誰に向かって下手くそだと。もうぶち殺す。絶対に証明してやる。フィールドもキングは俺だ。